新型コロナのワクチンについて、来週半ばからの接種スタートに向け、先ほどワクチンを乗せた貨物機の第1便が日本に到着したことが分かりました。厚労省によりますと、先ほど午前10時半ごろ、ファイザー社製のワクチンを積んだ全日空機がベルギーのブリュッセルから成田空港に着陸しました。ワクチンは今後各地に輸送されるものとみられます。厚労省では今日、ファイザー社製のワクチンについて承認の可否を判断する会議が開かれます。これを受け、政府は来週半ばから医療関係者への接種をスタートさせる方針です。